制服を着たアルゼンチンチーム1964年サッカーにおける競技者の用具とはサッカーのルールであるロー・オブ・ザ・ゲームの第4条ザ・プレイヤーズ・エキップメントに定められた競技者が着用を認められたもしくは着用できる用具を指す競技者は事故もしくは他の競技者に対して危害を加えるような用具を使用してはならない 競技者が身につけなければならないと規定されている用具は以下の個別の5つである。ジャージとショーツが一体になったものは禁止されるシンガードに関しては以下の規定が存在するゴールキーパーはその他のポジションの競技者、審判員と区別の付くシャツ、ショーツを身につけなければならない。また、トラウザーやグローブの着用も認められている。第4条、競技者の用具には 以下の決定事項が付属している。審判員のシャツは対戦する両チームのジャージの色と重ならないものを着用する。黒が一般的であるが、その他に黄色、赤、緑等の色が存在する。こうしたシャツは大会主催者によって複数の色が用意され、これらの中から対戦するチームのシャツの色を考慮して識別しやすいものが選ばれる。 また、選手用のシャツと異なる点として、イエローカードや、レッドカード、手帳などを入れるポケットが胸についている。ありがとうございます。